ウォームギアを使ってギアボックスを作ってみた。2、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ナンバー1動画では低能力充電ドライバー有効利用のためギアボックス作りを開始した動画でした。この動画はその続きになります。興味がある方は説明欄の URL よりナンバー1動画からどうぞご覧ください。それでは引き続き制作の過程をご視聴ください。アングル枠の完成。ナンバー1動画で紹介した模型です。イメージをつかむために制作しました。模型を参考にしながらジグを活用してアングル枠を完成しました。そしてアングル同士を内側から固定し直しました。外側からが加工上簡単なのでそうしていましたが、作図通りに戻したのです。最後に蓋をつけるためビスは面位置で留めています。寸法は146×86×96mm です。一応直角に仕上がっているので誤差 0.5mm くらいになっていると思います。各面を模型と対比させてみます。こんな仕上がりになりました。ベースベアリングの取り付け。図面に従ってベースベアリングを取り付けます。墨を出したところに4ミリのタップを作っていきます。この寸法で作りますが、どうしても2弦が必要です。前回その逃げ後ベアリングのサポート穴が5ファイと伝えたことでわかると思います。特にウォームとウォームホイールの軸は直角で中心距離も決まっています。誤差調整を4ミリビスと5ファイ穴で実現しようとしています。調整がうまくいかないとギアが削れていくことになります。墨を見ながら位置を再確認しておきます。タップが終了しました。タップは 4×0.7、 下穴は 3.3mm です。これからベアリングを取り付けていきます。実際は中側取り付けですが、ビスを作るために仮で付けています。長さぴったりのビスがないので近いビスを少し削ります。そのために仮付けして長さを測ります。この状態で長さを測り、同じものをもう11個作ります。アングル同士とベアリングの固定には、これらの工具を使います。ドライバーが垂直でないとビスがねじ込めないので、このオフセットドライバーを使います。
頭が小さいので狭い場所で威力を発揮します。一方こちらはラチェット式なので、頭は大きいものの大きな回転ストロークは必要としません。高さが必要な時はビットを変えます。これらを駆使して組み立てます。プレートの加工、 300×100mm のプレートを切断して 150×100mm のプレートを2枚作ります。ノコギリで切断するとパーツ分短くなってしまいます。でもカッターならそれがありません。これからこのプレートを2分の1に切断して寸法を確認してみます。出した墨に沿ってカッターで10から15回切れ目を入れます。カッターの回数は厚みによって増減が必要です。私の場合カッターで切断可能な厚みは2ミリまでです。3ミリを超えると折った時に生じる歪みが回避できません。そのことはカッターの回数を増やしても同じです。これで表側にカッター目が入りました。カッター目は表裏と両脇面にもすべて入れます。このようにカッターを使って裏側に印をつけます。寸法を確認しながら作業を進めます。カッターでつけた印をもとにカッター目を入れます。これでぐるりと周囲にカッター目が入りました。もう深い溝ができているので定規なしでもカッターが使えます。プレートの切断、プレートをカットするためこんな形にします。この場合2枚とも変形しては困るのでこのようにしています。この状態で少しずつ曲げを繰り返します。バイスが緩むので締め直しながら繰り返します。何回か繰り返すとこのように折れてしまいます。バイスを外して出来型を見てみましょう。仕上がりはこの通りです。こちら側はどうでしょう。当て木が長いのはテコのためです。こんな感じです。サポートの方法は切断する場所によって変わります。2等分したのでぴったり合うはずです。問題は寸法なので測ってみます。墨通りに切れていますのでもう1枚も同じはずです。当て木をしたので切断後のプレートには膨らみはありません。
短辺にもカッター目を入れてカットします。この残りはもったいないですが、ペンチで折ってしまいます。切れました。きれいに残したい方は当て木で押さえているので、全く変形はありません。寸法を確認します。カッターの墨さえ間違えなければ寸法通りです。これでプレートができました。これだけ無駄になりましたが、完成しました。シャフトの加工、ベアリングを取り付けたので、シャフトの長さを決めて切断します。シャフトを養生して、最初だけパイプカッターで道をつけます。刃はステンレス用を使っています。これでは最後まで切れないので、道がついたら金のこで切断します。こんな感じで所定の長さのものを3本作ります。この位置です。できました。ちなみにステンレスシャフトは簡単には切れないので、鉄を選んでいます。ウォームホイルでシャフトのフィット感を見てみます。ガタつきもなく良い具合です。ギアの固定は芋ネジですが、トルクが高く滑るので、シャフトに芋ネジの彫り込みを入れて滑りを防止します。3本ともバリを取ってフィット感を確認します。これくらいなら良いでしょう。ギアの取り付け、ベースベアリングを取り付けたので、所定の長さにしたシャフトでギアを組み立てます。まずウォームから始めます。ウォームにシャフトがフィットすることを確認します。この位置です。ウォームがセットされた状態では取り付けできないので、外して先にシャフトを通します。それからウォームを通します。この時点でシャフトは固定しますが、ウォームの固定は後にします。ウォームの位置は微妙なので、ウォームホイル取り付けの後で行います。シャフトがアングルから飛び出ないところで位置を決めます。六角レンチを使って
ベアリングの軸を固定します。ご覧の通り少しやりにくいですが、できる作業です。これらの作業のために開口を広げました。ベアリングの芋ネジは緩めても外れないようにしておきます。軸の位置が動いていないか確認します。ペンチを使ってレンチを強く締め付けます。2箇所で固定なので繰り返します。細かい作業です。でもこれが終わると山を越えます。終わりました。反対側も締め付けます。終わりました。次にウォームホイールを取り付けます。このシャフトにはウォームホイールと一緒に20波のギアも付きます。シャフトを通してギアを取り付けます。20波の平ギアです。40波のウォームホイールです。ギアを固定するとベアリングにシャフトが固定しづらくなるので、先にシャフトを固定してしまいます。途中ですが、続きは次回になります。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。